ンポン。あれ、なんやこれ、下駄箱になんか入って。これは、ラブレター。落ち着け落ち着け。こういう時は基本的に奴の仕業。ちゃんとしたリサーチが必要やな。こっそり覗いたる。何してんのあいつ。あ、なんか持っとる。やっぱりあいつの仕業か。ちょっと遠くて見えないんで双眼鏡。何持ってるの。会話すんな、盛り上がってんな。のせんな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 。今度あかりちゃんに紹介しよう。バカかてめえやめろ。ついのちゃんはなんか知ってたりするんかな。おい調子。うむ、ライオン殺しの果実とマグソタケを入れるべきだな。イエッサー。どの立花のこいつ。てかライオン殺しとマグソタケって何や。ライオンの口に引っかかりあまりの痛みのために餌を食べることができず餓死させたという果実。ライオン殺しとマグソに生えるキノコマグソタケを使うのか。無駄に詳しいな歴史教師。うん、ようわからんな。あいつらじゃないとすると誰なんやろ。あ、てかまだ手紙の中身見てなかったわ。ま、こういうのに限ってラブレターじゃありませんでしたっていうパターン。割とガチの内容。まあとりあえず指定された場所に向かうか。誰もおらん。やっぱりいたずら。びっくりした。あなたは？なんやったんや。あ、バナナで足が滑って謎の物体 X が俺の方向に飛んできた。